を養おうかなというところと、あとは味見ですね、はい、楽しみです。今まで飲んだことのないプロテインなんで楽しみにしています。はい、皆さんも楽しみにしていてください。今日はよろしくお願いします。お願いします。さあ、黒糖のプロテインがいよいよ完成するところです。シェイクしましょうね。わあ、すごい美味しそうですよこれ。じゃあ皆さんより先にいただきます。普通になんか美味しいですよこれは。あ、こんな美味しいプロテインが今までなかったですこれ。あ、ちなみに今石木さんが飲んでるのは黒糖の1と2がある方の1ですね。1の方、まあ、ちょっと味が普通のやつですね。そうですね。で、2の濃いのもあるんで、どっちがいいのか飲み比べするところですね。ちょっと我慢できずにもう先に割っちゃってたんですけど美味しくて我慢ができなかったですこれは。あー、ごちそうさまでした。ちょっと匂いも嗅ぎたいな。あ、匂いどうですか。いいでしょう。黒糖でしょ。おばあちゃんの家を思い出したぞ。筋トレ中です。結構普通に飲めたんでありかもしれない。美味しい、全然美味しいです。じゃあ次のやつに行ってみましょう。いっす。お、ピンク。おお。ピンク、そうだ、ビニ色。ピンク、ビニ、うん、見えるかな。では続いてベニーもシェイクしたいと思います。シェイクしてるんですね。僕はシェイクしました。待ちきれなかったですね。結構疲れてきましたね。あ、お、いい色になってきました。あ、いただきましょう。結構疲れましたね。乾杯。乾杯。あ、ですね。あ、本来のプロテインとはちょっと違うんですけど、あの疲れが取れますね。でも確かに飲みやすいです。自分そもそも、まあ、そういうプロテインがさ、苦手だったんですけど、はい、飲めてるんで飲みやすいなっていうのはあるですね。そうですね。今の飲んでいる、試飲しているのはあのソイプロテインで飲んでます。大豆ですね。なんで牛乳が弱い方でも飲みやすい。ホエーはやっぱ牛乳使って作ってるんで、水飲んでも残しちゃうんですけど、硬いソイで使うと長くついちゃうので、ソイだから水飲みそうし、ハードも飲みそうし。ちょっと僕は飲んでみましょうね。本当に見ながらちょっと色濃いですね。どうですか？味はどうですか？はいはいはい。でもこっちの
12時間の時に、あの、布団が抜けなくてもいいかな。じゃあ、私はあ、シェイクですね。牛乳でシェイクし、ぶれないんで押さえていきましょうかね、私はじゃあ見せ場なんで。よっ、元バテかっこいい。やったことないですけど。今作ってるのはソイなんで、ホエーもゆくゆく作ろうと思ってます、はい、でさらに、ね、普通ならそこで終わると思うんですけど、私普通じゃないんで、うん、さらにそこから踏み込んだあのみんなが思いつかないプロテインも今考えているので、はい、楽しみにしていてください。なのでソイが苦手だなと思う人でも大丈夫、待っててくればホエーできますから、ね、ホエーもできますんでお楽しみに。まずは順番として ね、まずはソイを作ってホエーを作って、さらにそこからスペシャルなあのプロテインを考えていますので、これと意識さん、そうですそうです、ヨヤカジブランドのお、あいつやってるなっていうやっちゃってるなっていう、お前さっきよりかさっきより香料、これは香料が多いもの、そう、2の方ですね。俺があんまり知ってないのかもあるから、ベニーも2番、4番ね。まあこの口で触れ合ってもあんまり変わらないです、意味がないけど後ろ後ろじゃないから。今もうその2人がプロテインをただ飲むだけの動画を行きました。では行きます。最初に顔に余裕がなくなって笑顔で振ったのに今もう来ました。よし、できました。いい色ですね、紅芋のいい色が出ています。いやこれもラスト、はい、お疲れ様です。ああこっちが好きかも。こっちの方が好きですよね。こっちの方が紅芋っぽい味が、紅芋なんか本当に、うん、分かりやすい。1の方が良くて、2はちょっと濃すぎた、味が濃すぎたイメージが、だからなんだろう、朝飲むとか毎日飲むってなったら朝からちょっときつこいかなって思って、うん、黒糖の味がちょっときつかった。で、ベニヤミネ1だとちょっと良かったんですよ、うん、もう気が合いますな。まあでもこれは多分飲み比べしたらほとんどの人が多分この意見になるかなっていう感じぐらい、ちょっと味が思ったより違ったんで、うん、でもそれ決まってよかったっす、ここで割れたらめんどくさかったから割れたらね、またいろいろちょっと、ね、寝るとこなんだけど、多分これはね、もう間違いなく黒糖1と、あとベニーも2に、ね、決定したって感じですね。そうっすね、ちょっと飛行機がうるさいんですけど。いや今日はプロテインを普段よりたくさん飲みました、今この動画だけで、私牛乳1リットル飲みました。もう結構お腹いっぱい、ちょっと当分ちょっとお腹がいっぱいな、何も入らない状態なんですけど、まあ今日はプロテインの試飲会ということで、はい、やっと、飲み比べが終わりました、今日は、まあ、黒糖と紅芋だったんですけども、次回は、まあ、マンゴーとトロピカルフルーツと、あとシークワーサーを予定しています。ザッツ沖縄、ね、あの皆様ちょっと完成までちょっとしばらくお時間いただきますがお待ちください、はい、ではまた次回を。